おはようございます、星野瑠璃です。2024年高松の宮記念のデータ分析予想ということで、いよいよ春の G1 シリーズが始まって、まずは高松の宮記念となっております。この動画ではデータを中心に紹介していきたいと思います。それでは早速データその1、牝馬過去10年で10頭が馬券に絡んでいて、2020年からは4年連続で馬券に絡んでいます。ただ勝っている馬は少なくなっておりまして、過去20年で見ても2頭しか勝てていません。スプリンターズステークスは過去20年で6頭が勝っていますので、中距1200m という条件は牝馬にとって勝つのは大変なのかもしれません。今年登録している牝馬は全部で10頭いますが、ナムラクレア、ママコチャ、ソーダツリングが上位人気確実で注目馬となっております。続いてデータその2、前走1着馬、前走で勝った馬が好走しやすくなっておりまして、過去10年で10頭が馬券に絡んでいます。10年中8年で馬券に絡んでいるので、軸候補は前走を勝った馬から選ぶのが良さそうです。今年の前走1着馬はウィンマーベル、東進マカオ、ルガル、ソーダズリング、グランデマーレ、あとは外国馬のビクター・ザ・ウィナーの6頭となっております。今年の高松の宮記念の前哨戦は人気馬が強い勝ち方をして本番に挑んできますので、軸候補は前走1着馬から素直に選べば良さそうです。続いてデータその3、距離短縮馬、前走から距離を短縮した馬は過去10年で12頭が馬券に絡んでいて、毎年馬券内に来ています。表で色がついている馬は前走で3着以内だった馬となっています。馬券に絡んだ12頭中8頭は前走3着以内の馬でしたので、前走3着以内の距離短縮馬が狙い目です。今年出走する距離短縮馬は12頭いるんですが、うち前走で3着以内だった馬で見てみると、ウィンマーベル、ナムラクレア、ウィンカーネリアン、ソーダズリング、グランデマーレ、朝からキングの6頭となっています。続いてデータその4、前年5着以内の馬、前年の高松の宮記念で5着以内だった馬は過去10年で23頭出走して、馬券に絡んだ馬は4頭とかなり苦戦している傾向となっております。過去10年で前年5着以内の馬が翌年に高松の宮記念を勝ったことはなくって、最後に勝ったのは2013年のロードカナロアまで遡ります。今年の該当馬は前年で2着だったナムラクレアが出走します。ナムラクレアは上位人気確実な馬となりますので注意が必要です。こちらが過去5年で馬券に絡んだ馬の
前年成績となっているんですが、前年に出走していない馬が圧倒的に多く、過去10年で見ても20頭もいますので、馬券に絡んだ馬の3分の2が前年の高松の宮記念に出走していない馬でした。ちなみに必ず前年未出走となる4歳馬は8頭馬券に絡んでいます。なので4歳馬が強いから前年未出走馬が強いというわけでもありません。今年は4歳馬が6頭登録していて、4歳馬以外で前年の高松の宮記念に出走していない馬は22頭登録しています。有力馬ではママコチャ、マッドクールがいます。続いてデータその5、1200m 未経験馬。高松の宮記念が初めての 1200m となる馬は、過去10年で22頭が出走して6頭が馬券に絡んでいます。過去10年で出走のあった9年中5年で馬券に絡んでいますので、そんなに悪い成績ではありません。2014年のコパノリチャード以来勝ってはいませんが、 G1 で 1200m 未経験だから軽視はしなくてもいいです。そしてこちらが馬券に絡んだ 1200m 未経験馬の一覧です。ポイントは右に書いてありますが、コバ混合で 1400m 重賞を勝っているところです。6頭中5頭がコバ混合の1400m 重賞を勝っていました。インディチャンプは勝ってはいませんが、マイル G1 を2勝していて実績のある馬でした。今年の登録馬で 1200m が初めてとなる馬は、ウィン・カーネリアン、シャンパン・カラー、ディヴィーナ、ソーダズリング、グランデマーレ、アサカラキングの6頭となっています。この6頭でコバ混合の 1400m 重賞を勝っているのはソーダズリングのみとなります。ここまでがデータの紹介となりまして、ここからは少しまとめたいと思います。近年の高松の宮記念は超大荒れが続いている状況で、かなり難解なレースばかりで、一番予想が難しい G1 レースになっています。今年は4歳馬と5歳馬が安定した成績で挑んでくる馬が多くなっていて、どの馬も今がピークという感じなので、ここ数年とは違ってレベルの高い馬が多すぎて難解なレースといった感じになりそうです。23頭登録していて、現在の段階で除外対象になっているのは、キミワクイーン、アサカラキング、グランデマーレ、クリノガウディ、森のドリームとなっています。まず注目は去年のスプリンターズステークスを勝ったママコチャですが、前年のスプリンターズステークスの勝ち馬が出走するのは2020年のタワーオブロンドン以外となります。こちらは高松の宮記念が今の時期になった2000年以降の前年のスプリンターズステークスを勝った馬の成績になっています。12頭出走して馬券に絡んだのは6頭と、そこまで圧倒した成績を残しているわけではありません。馬券に絡んだ馬はかなり強い馬ばかりとなっていますので、ママコチャは重賞勝ちがスプリンターズステークスの1勝のみとなりますので、あんまり信用はできなさそうな馬になります。次に注目なのは東進マカオで、
何が注目かというとルメール騎手で騎乗予定しているからです。今年のドバイは3月30日なのでルメール騎手が高松の宮記念に騎乗できることになりました。これで東進マカオは3番人気以内は確実になりそうです。ルメール騎手は東京が得意なイメージが強く1200メートル線がない東京なのでスプリントのイメージはあんまりないんですが日本の免許を取得した2015年以降では距離別の成績で見ると1200メートル線は一番副賞率が低いです。低いといっても 44% もありますのですごいんですけど他の距離と比べると成績は落ちています。あとは香港のビクター・ザ・ウィナーにも注目です。一時期に比べると香港のスプリント路線はレベルが下がっているんですがそれでも日本馬が圧倒できるほどの状態ではありませんのでまだ香港のスプリントの馬には注意が必要となります。前走は G1 レースを勝ちましたが香港スプリントの1着から3着馬を任しているだけに能力は間違いなく高い馬です。成績を見ると安定感に欠ける感じはありますが香港の馬は本番以外のレースはちゃんと仕上げない傾向にあったりするので成績をそのまま信用はしない方がいいと思います。ということで注目馬を紹介していきましたがまた週末に枠順が出た後に最終的な予想動画を公開したいと思っておりますのでこの動画も予想の参考にしていただけると嬉しいです。じゃあ2024年高松の宮記念のデータ分析予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたね。